一体、杉大方墓杉大方は、戦国時代の女性、毛利光原の形質。毛利元成の養母として知られている。少年は不詳。秋国から岩見国にかけての豪族であった高橋氏の出身であったとされる。縁は不明だが、毛利光原の側室となり、明王十年、文岐元年、光原正室福原夫人の死後に形質に迎えられたとされる。 永生三年に、夫の毛利光源が没すると、杉尾方は、幼少の少女丸を不憫に思い、実家にも帰らず、他の妻になることもなく少女丸の養育に専念した。家臣の井上元森に、他事費の所領をお領され生活が困窮を極めた、幼少の少女丸を一心に支えた。この頃に、杉尾方は少女丸に朝日を拝む念仏信仰を教え、 元成は終生この朝の念仏を欠かさなかったと言われる。彼女が毛利元成の人格形成に大きな影響を与えたことは確かである。天文14年に病没。法名は順徳明孔大師で他事ひがか係城跡の近くに杉大方の墓と伝わる墓所が現在も残っている。我は5歳で母に別れ、10歳で父を失った。 十一歳の時、兄の京本が京都に登ったので、皆なし地になってしまった。杉の大方殿は、あまりの不憫の思ったのか、他慈悲に泊まって見捨てられずに、私を育ててくれた。そのため、若い身の上なのに再婚もしないで定常を遂げられた。秋田方氏の清神社に、杉弱者という社があり、これは元成が、杉大方の母体を弔うために建立したと、 英犯通信に記されている。ありがとうございます。